地を通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン1第24節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合が始まりました。5分過ぎました。シュート、これはゴールキック。これはコーナーキック。さあ、チャンス到来。空中戦。さあ、ここからどう攻める。ここでシュート、シュート決まった。ゴール、もう一度見てみましょう。走り込んできた。もらった。コーナーです。これは惜しい。マイナス方向へのパス。オフサイドを取られました。いいパスが出た。コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。さあ、ここからどう攻める。取り損ねた。コーナーキックになります。横にそれてしまった。チャンスボールになるか。さあ、ここからどう攻める。
スペースを使う。ここから狙う。ドリブル。さあここか。ゴール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 。ダイナミックゴール。攻撃の手を全く緩めません。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。危険なタックル。シュート。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。まるでボールを持った仮面舞踏会。味方を探しますよ。フォローが遅いですね。コーナーキックです。多彩な攻撃を見せてくれるか。体を入れてきます。これは決めて欲しかった。ヘッドでつないで、ピッチを優雅に徘徊します。危険なタックル。抜かれた。シュート。いいボールが出た。おっと、見たか、ゴール。得点は3対0。さあもう一度見てみましょう。前が空いた。おっと、ファールを取られました。これはイエローカード。
わせた。キーパーの頭越しに狙った。ナイスファイト。オフサイドフラッグが上がる。ドリブルで上がる。選手交代が行われるのでしょうか。ヘッドで。主審笛を吹いた。選手の交代です。ヘディング。ヘッドでつないで。これはピンチ。折り返した。シュート。走り込んできた。ちゃんと狙って打ってほしい。オフサイドはない。危険なタックル。ゴールキーパーが味方を鼓舞するよう。ニアを狙った。激しい攻防。スローインです。これは危ない。ピッチを優雅に徘徊します。大きくクリアしました。プレーを切ります。シュート。危険なタックル。これは悪質なタックル。退場です。ここで試合終了の提案がありました。完勝です。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ、大差はつきましたが試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。